演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんです。はい、というわけで本日はこちら。どうも、本日はこちらファミリーマートの中華ちまきを食べたいと思います。ちまきって名前ぐらいは聞いたことあるんですけど、食べるのってあったか。でもそれ動画にしてなかったんで、はかしにくい。おお、なんか中華スープのいい香りがしますね。そしてこれを開けていくと、おお、なんかこんな感じで湯葉に包まれているちまきが出てきました。ではいただきます。中華スープの旨味がお米の湯葉にうまく染み込んでいて、噛んだ瞬間にその旨味がバーンと広がってましたね。具材の食感もあったし、湯葉も意外と存在感があって美味しかったです。湯葉で包むなかなか面白いですね。というわけでこちらの点数とさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。塩分ね、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。